プロ転候1年の羽生結弦が見せる新たな可能性への挑戦。フィギュアスケートのアイスショー、ファンタジーンアイス、パオイ、2023は、5月26から28日の千葉幕張公演から始まり、6月下旬までの約1ヶ月で、宮城、6月2から4日、新潟、同16から18日、神戸、同23から25日の4会場で開催され、いずれも大盛況のまま終演を迎えた。 このショーで毎年、中心的な存在を担っているのが、五輪に連覇を果たして、絶対王者と呼ばれ、昨年7月にプロスケーターへの転向を表明した羽生結弦さんだ。今年はプロになってから初のファオイ出演だった。プロとしてどんなプログラムで見せるか。報道陣にも公開された初日公演のプログラムは斬新だった。観客を驚かせた起きて破りの、進化、ショーの大鳥を飾った羽生さんの演技は、 ゲストのダンスボーカルグループ、D.A. パンプのリーダーイッサ、君と豪華コラボレーション。人気曲、If のサウンドに合わせた舞は、従来の枠にとらわれない幕開けだった。照明が消えた暗闇の中でリンクへスタンバイに向かうと、ハブさんはまだ音楽がかかっていない表情で体を旋回させるのが人影から分かった。アラビアンと呼ばれる技術で右足を振り上げると、キャメルスピンをスタートさせたのだ。そして、 スポットライトが浴びた次の瞬間、すでにハブさんがスピンをした状態から演技が始まっていた。競技としてのフィギュアスケートは動きを止めたところからスタートする。従来のアイスショーも同様で、生から、道の演目の始まりに見慣れた観客にとっては、いきなりのサプライズだった。プロの審査会地に立つからこそできる、競技の枠にとらわれるものからすれば、起きて破りの、進化で会場の度肝を抜いた。 激しいダンスやキレのあるステップで軽快に舞う姿からは、決して、顔見せ、的な意味合いでなく、滑り込んで作り上げた、超一級のプログラム、であることを見せつけた。盛り上がる曲調に合わせて、2本の3回転ループも華麗に着氷。そして演技のフィニッシュは、視線が追いつかないほど瞬く前に、柔軟性を駆使して縦に両足を180度開脚させて、表情に沈み込んだ。 コロナ禍から新たな日常へと時計の針が進み、4年ぶりに解禁された観客の大歓声が会場を包み、ハブさんはスタンディングオベーションで称えられた。オープニングでの着氷に納得がいかなかった4回転トーループをフィナーレでも挑んで着氷させ、最後はただ一人、リンクに残って、ハブさんのショーの締めくくりとしてお決まりにもなっているフレーズである、ありがとうございました。おマイくなしで大絶叫した。 この日はショーの途中で会場の幕張イベントホール周辺で地震が発生して一時中断したこともあり観客の気等を気遣うアナウンスまで自らが担った鳥の五輪金メダルの荒川静香さんや海外からも08年世界選手権3位のジョニーウィアさん米国鳥の五輪銀メダルのステファン・ランビエルさんスイスタイ五マサゴリン銅メダルのハビエル・フェルナンデスさん スペインラビップネームが共演した豪華な賞を牽引するにふさわしい存在感を際立たせた。プロとして挑戦を続ける姿勢、ハブさんはプロ転向に際して一つの教示を持っていた。それはアマチュア、競技者とプロという線引きが特殊なフィギュアスケートの従来の枠組みや概念を打ち破ることだった。1年前の7月。 東京都内のホテルでプロ転向を表明したハブさんは野球を例に挙げてプロとアマの関係を語っていた。高校野球で甲子園に出た選手が野球をそこまで頑張ってきてプロになったらアマチュア選手としての引退かと言われたらそんなことないじゃないですか。僕はそれと同じだと思っています。フィギュアスケートって現役がアマチュアみたいな感じで言われていてすごく不思議だなと思っています。むしろプロに転向した。 ここからがスタートで、これからどうやって自分を見せていけるか、頑張っていけるかが大事だと思っているので、そういう意味でも、新たなスタートを切ったなと思っています。その上で、ここで、ありがとうございましたではなく、さらに見る価値があると思ってもらえるような演技をするために、これからも努力していきたいと思っていますと向上心を強く持っていた。だからこそ、将来的な競技への復帰可能性についても完全否定した。 プロスケーターとしての次なるステージを見据えていたからだ。一般的には、競技の第一線を退りき、プロに転向したスケーターの視線上は、アイスショーになる。アイスショーは競技ではなく、見せることへの比重が大きくなる。このため、プロスケーターは表現面を磨くことに重点を置き、成比が不確実なジャンプを回避することで、プログラム全体の作品としての完成度を高めることを優先する傾向にある。 現役時代に4回転を飛んでいた男子スケーターも3回転にするなど確実性を高めていく。しかし、ハブさんはこうした慣習に真っ向から抗った。ファウエでも4回転ジャンプを飛び、それどころか、現役最後の公式戦となった北京冬季五輪のフリー冒頭で、技として史上初めて認定を受けた4回転アクセル、4回転半ジャンプの完璧な成功すら諦めていない。 ハブさんがファオイの中で演技に登場する直前のアナウンスでも、こんな風に紹介されていた。まだ見ぬフィギュアスケートの新たな可能性を追い求め、彼の挑戦は続きます。総合演出にもこだわり、高みを追求、プロに転向したハブさんは、この一年でいくつもの挑戦を続けてきた。作家の仙台で王道人に練習を公開した、シェアプラクティスは自身の公式 YouTube チャンネル。 h-a-n-y-u-y-u-z-u-r-u での動画配信をライブで行い、現地で取材した報道各社のインタビューにも多くの時間を割いた。11月の横浜での地震、初の単独公演、プロローグ、さらには今年2月の反省とこれからをテーマにした東京ドーム公演、3月には自らが座長を務め、被災地への思いを込めて滑った地元宮城でのアイスショー、羽生譲る、ノートステレイタ。 乗ってステラータと全力で突っ走ってきた。そして、すでに書いたように、プロに転校後のファオイは今年が初めてになるが、ハブさんは斬新な演出に挑んだのだった。ハブさんはプロになって以降、ショーへのこだわりを一段と強く持ち、総合演出も手がけるようになった。プロジェクション、マッピングを駆使したのをはじめ、自らの肉声でのナレーションは、語り口にまでこだわった。 2時間のアイスショーは従来、たくさんのスケーターが出演することで成立してきた。たった一人でいくつものプログラムを滑るというのは負担が大きく、プログラムとプログラムの間をどう繋ぐかという課題もあった。しかし、観客の視線が常にリンクに集まるように、制作段階から指揮を取り、ショーの本番では自ら主役としても演じる。壮大なショーで、一人で何役も担い競技という発表の場がなくても、 自らが想像した、世界に呼び込むための努力を惜しまなかった。実は厳しいアイスショーの世界での戦いに注目。日本国内のフィギュアスケート人気は、2006年トリノゴリンの前からずっと高止まりしてきた。女子から男子へ、人気の比重は変遷してきていても、近年のカップル競技の躍進も目覚ましく、感戦競技としては依然として国内屈指の人気スポーツとなっている。こうした人気を追い風に、 シーズンオフのアイスショーは乱立状態と言えるほどにまで数が増えてきた。ただ、足元では、フィギュアスケートのショーだから、観客を呼べるとは言えない状況にもなっている現実も見逃せない。アイスショーの会場で何人かの関係者に話を聞くと、ある関係者は、ハブさんの人気は別格です。ハブさんが出るショーと、そうでないショーではチケットの売れ行きは全然違う。それくらい影響力は大きいですと明かす。ただ、 それは決して驚く話ではない。フィギュア界随一の人気を誇るハブさんが、自らの地位にあぐらを勝つことなく、ショーのレベルやクオリティを引き上げている。田中みつる。